今日何する？ドラマ2日前意気込み聞かせろや。どうですか？なるほどな。俳優として、俳優としてです、これは。なるほどな。いやー、だからセリフまだ覚えてへんからな。お、どうしたの？ちょっとやばい。まあ、だから明日一日でちゃんと準備していきますけれども。まあ、真面目ですか？いやー、だから結構なんかこんなにそのドラマ直前って結構ドラマのことで考えてるというか、前回の時ももうレッスン全然そっちのけなって思って逆に反省してたぐらい、上の空なって、そうそう、ガッてなってたんやけど、なんか今回はこうちゃんとスケジュール組んで、まあ反省もしたのでとか思ってさ、いろいろこうなんかちゃんとこう分割して日でやってて、昨日全部終わって、よしドラマ迎えるぞと思って、この土日は、それで気抜けてちょっと風邪気味やからな。やっとたどり着いたみたいな、ドラマまで。ああ、そういうことね。そう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 、まあ、キャストも結構難航したもんしてたもんね。いや、そう、奇跡やで、あのスピード感で見つかって出てくれて、確かに。しかもめっちゃええやんと思う人で。じゃあふわふわしてる。いや、そうやね。まあいいんか悪いんか分からんけどね、別にそれはね。まあだから今までで一番ふわふわはしてるよな。コンテも切ってないしな、まだ。ああ、絵コンテ？絵コンテまではいかんけど、字でこうこうこうってやっとかんとまたこっちあるしな。それはそうやな。あれ？なんか不安そうやな。いや、ちょっと不安やで、今回は俺。なんでだ？いやむつい。だから芝居そんなに役も近いから、自分にあまりに、なんか入れるとかもないしさ。あ、入れるっていうか、そのキャラをね、そうキャラを作っていく方がいいのかもわからないのよ。おその一応作ってんねんけど、書くときにさ、こういう人間だっていうのがあるから、リアクションは俺とはもちろん違うけど近いから、じゃあ生々しさってなったらほぼまんまで言ってる方がええんちゃうかなとか。なるほど。ハセとかの方がまださ、髪切ってさ、確かに確かにキャラが全然違うからね。入れやすそう。ハセ懐かしいな、ハセ君。いやー、だからそこがちょっと不安なんや。1、2とかみたいな感じでやったら、1段俺、2段ちょっと入れてみたら変なった。変にはなってないよ。いやいや、見返した地獄だよ、地獄やね。そう、あ、まあ、その俳優的な目線みたいな、ね。まあまあ、1段はあんだけうまいこと言ってるわけですから。そうやね。そうやね。あとは、あとそれこそあれやね、お前のなんかあれもこの間の祝賀し出したショートドラマとか見て余計ブレたやん。なんで？いや、まんまでこんな芝居なるやんな、やっぱそうやんなとか思うとさ。ならへんで、それはやめてくださいよ。なことないですよ。いや、ええ芝居って結局自然ってことやんか。いや普通にやってる感じってやったら、もうこれ普通にやった方がええんじゃん。ああ、そういうことね。そうなんや。ええ芝居ってそういうことない。でもなんかやっぱり去年と去年2年前とか言ってることが全然違うよね。あ、そう。全然違う。俺はそれにちょっと感動した。なんかそんなことすら言ってなかった気がする。あ、そう。なんかボジボジしてふわふわっていうか、なんか俺なんかこういう役やらなかんねやみたいな感じ。うまくなんかいけるかなみたいな感じだったけど、なんかちょっと俳優全とした答え書いてきちゃって、やっぱさすが2年間積み上げてきたものがあるんやなと。なやで、2年やってたらそら変わるでな。変わるな。いいね。考え方が変わるよな。考え方はだいぶ変わったんじゃん。捉え方が全然違うよな。
それこそめっちゃ結果見せ方見え方分かれてたもんな。なるほどね。広いな、こうしてみるとこの部屋なんか広くてか、なんか緑あったらちょっと違って見えんな雰囲気。あんな雑に置いてる緑で大丈夫。そうそうそう、パグったらもうあれあのままあの家無法地帯やん。でもそうやんな。え、あれをかけるやつを買ったらいいねんな俺じゃあ。とりあえずそう、この白壁一色があれやからこの辺は多分ごまけるけど、あんのかなそんな。もうポスターここに置くのありやけどな。まあまあそれは別に取りながらやってる。別に100均のフックで貼り付けるやつ売ってるよ。そのおしゃれかおしゃれじゃないかで言ったらおしゃれじゃないけど。貼り付けフックね。うん、いっぱいある。そんな買ったことないよ。で耐荷重、耐荷重やったっけあれ、なんていうのが決まってる、書いてる。2キロとか。で T シャツかけるぐらいだったらいけると思う。それはいけるやろ。壁紙を。まあ明日買ってくる。うん、まあまあ俺はこの明日一日でこれが綺麗になるんかの方が心配やけどな、まあ、俺の芝居より。だって物抜けたら嫌だよ。そうやけど、あこうめっちゃセーブしたんやちゃん。いやボックス買ってんもんな。それ4個買ってんの。いやいやそれはそうや、すまんな。できたことをまずちゃんとだ。できてないところに目を向けすぎやった。どっちも言ってくれた方が嬉しいじゃん人間は。そうそうやな。入った瞬間お前マジかって言ってるもんな俺。お前マジか。しかも俺3時間待たされてる。最初まずすまんなやと思ったけど、まあすまんねってけど。すまんなの3秒後ぐらいにお前マジかっつってるもんな。でも玄関のあの段ボールはもうどうしようもないからどっかにしまうしかない。しまうってか避けていくわ、もう撮影中。あとスーツケースとかも。あ、玄関取ってる時はこっちに避けてみたいな感じするわ。風呂場か。まああとなんかあの撮影の道具系の機材をあのボックス持ってきてもらって、うん、そこ の銀の棚に入れて、うん、この家のそういうインテリアみたいな風にしとくっていう感じにしようやって言ってたから、あそこ多分一段を開けたい。あいつが持ってくるってこと？ん？あいつがボックスみたいなの持ってくるってこと？そう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 。あ、オッケー。でやったらいちいち外行って機材出さんでいいから。あれはだからもう全部あっこに入れるから。あ、そうね。服はなんか2段ぐらい開くと上はもうええやろ。あのちょっと整えますよ。うん、あれはいいと。でテレビの上を片付けたりお前じゃもう定期的にこれなるのなんなん壊ない。いや、これはこれやなんかずっとなんねこれ。お前当たり前になってるもんな、うん、俺らしか反応せんもんな。確かに確かに。いやアラームって結構人反応すると思うけど。いや俺朝のアラーム気づかんときあんねんな。これはこれどう、このどうなんしょうみ、ここで1週間ぐらい生活して。もっとよ。もっとか、2週間か。いやいいよ正直。そうなんや。味気なとかはないんや。ないないない。作業の景色だいぶ変わったよ。だって変わった。なんか火当たんのいいなと思って。でもやっぱこう人ってどんどん厚かましくなっていくなと思った今回で。いやなんか第一弾の時ってごめんなお前家借りるわってありがとうって言って。そんなんやったっけ。もう第5弾ともなれば借りるわお前んち模様替えするぞもう間取り決めてきたからとか言って。そうやでな。
人んちをめっちゃ掃除させられるからないやいやそれはもうええんちゃう逆に。まあええけど、まあちょっとぐらいした方がいいかな。その機会に掃除せんと毎日はほんまに。まあ俺も人のこと言えへんけど、掃除ってめんどくさいよね。てか物捨てへんからな、ほんまこういう機会にならへんの。確かに物捨てんの苦手なんやなと思って。だってまあ一回きれいにしたらキープするっちゅうのがな大事なんよな。まあそれはそうやな。並んの横が、yeah. だってこの間ここの上何もなかったのに。そうやっけ。そうやで、2週間だったらもうこうなる。え、そうやっけ。うん、そうかそうだ、それは2週間だったらこうなるわ。そりゃそうやろ。普通やろ。普通。いやいや普通じゃないって。え、そうなん。うん、いやこれは部屋散らかる人の感じやって。まあ部屋散らかる感じしてるわ。それはそうや。スペース空いたキープしようじゃなくて、スペース空いた置こうはやっぱさ散らかるでな。俺もそっちやもん。あ、ていうか俺そうやん、お前の服めっちゃ借りようと思ってさ、今日衣装決めようと思ってた、忘れた。それは知らんな。俺白黒しかないからさ服が。はい。で白黒 NG ってなったからさ、この前。そうやったっけ。うん、だからお前の服をめっちゃ借りるわ。当日ってこと。うん、はいはい。夏と秋。うん、じゃあなんか何枚回再生いくぞとかじゃないんですね今回。え、今回いや100万回ですよそりゃ。お、5回目も。いやもうそらそうじゃないともうたどり着かないから、もう絶対超える。100万100万です。日本取るからね。そうです。なんやったら300万200万です。いやでもそれがな、大口叩いてんなじゃなくなってるからな何ヶ月でな、それを1ヶ月で100万100万。いや1ヶ月で100万負けもんやからな。確かにな。1ヶ月で、まあけど1ヶ月で50万超えたら100万超えることは分かったから、はいはいはい、まあ1ヶ月で50万は超えたいよな。うん、最低な。それはそう。1ヶ月50万いきたいなとか言ってたもん、ずっと言ってるやんこれ。ほんま、いやこれだからずっと変わらん。30万は超えてほしいで、トータルってなってくるな1ヶ月で。でも全部150万超えてんのすげえなマジで。だこれ30万超えへんかったらほんまにやり方変えなあかんからな。はいはい。今回テーマセフレやし硬いはずやけど、ちょっともう増えすぎて賞味状況わからんからしかも最後俺ら出したやつセフレじゃなかったからね。そうやねこれで最近俺ら竹郎安行俺みたいな順番に出してきたやつ、うん、とあんま変わらんかったらマジでちょっと人生プランごと変わるな。めっちゃ背負ってるやん。だってこっからの1年結構俺これにかけてるもん。確かに。プラン自体が。確かに確かに。これが跳ねるか跳ねんか。これで日本一を1年後に取れてる前提で組んでるからな今。お前かっこええな。かっこええ。お前霊感があってやばいぞ。かっこええ。聞いた今。めちゃめちゃかっこええやん普通に。これで日本一取る。だから再生回数でねってこと。いやそうですそうです。2600やからね今。かっこええ。1位がね俺らが1600やからね。あ、純ワイナーが1位ってことね。純ワイナーってそんな回ってんねん。いや純ワイナーのな1本目がマジで回りすぎやね。松木さんのやつね。うん、
お前1400万回やった。いやそうやね、おかしいね。そんな変わらんかった一時。英語入れてはるんじゃん。あ、やっぱそうや。英語と中国語字幕入れてる。それやな。海外海外や。あとタグやね。タグ。昨日教えてもらって。全部入れるわ、ちょっとドラマ。なんか今タグめっちゃ入れるらしくて、でタグっていうエリア別であんねんけど、それのスコア測れんねんて。でこのタグやったらこんなもんみたいなのとか、このタグやったら位置表示とかがもう入れた時点で分かるから、それでタグ20個とか30個埋め込むのだから。でバンプがそれやってて教えてくれたんやけど、今セフレは止まると言ったけどって入れたらバンプ一番上出るからね。バンプ、そうだからタグは偉大なんすよ。え、それ字幕入れてる？純愛弾。え、だからこれオンにしたら出てくる。英語。ああ。え、これって俺らでもやれんの？え、これは多分自動じゃないから打ち込んだらいけるんやと思う。ああ、打ち込んではんねや。多分そうやと思う。翻訳したやつを入れてんじゃないかな、多分。自動生成じゃないから。めっちゃめんどくさくない？もうめんどくさいと思うけど、もうやったことないけどね。でも多分こういう出てるところになんかこう入れてくださいみたいな感じにはなると思うけど。見てる感じ。松木さん可愛いな。初恋の松木さん。誰が初恋？ほんまにやめと思っていいですか？一緒にしないでください。インフルエンサー初恋じゃない。お前それ俺インフルエンサーにめっちゃ恋してるやつみたいな。そう？初恋とか言い出したの。ええ、別にそんなこと言ってない俺。なんなんこいつマジ。初恋とかじゃないから。あ、そうだよ。そりゃそうやろ。あ、憧れた。なの憧れよそれ。いや、お前ほんまにお前悪いと思うんですよ。別に可愛いって言ったらなんか恋みたいな、ほんまその箱乗りやめてお前らのその、いやけどさ、やっぱさ乗るから、その言霊に。ただ可愛いなって言ってるレベルを超えてくる熱量はあるから。そんなん言い出したらお前と箱ちゃんなんかめちゃめちゃ恋してるやん。誰やねん。だからインスタ、なんかインスタ見て可愛くなこの子みたいな話たまにしてるよ。いやいや、あれがだから純粋な可愛い。いや別に乗ってない、そんな俺。だって追っかけてへんもん。でストーリー見てキャッキャとか言ってへんもん。いや俺も別にキャッキャしてないわ、アホか。なんで俺ストーリーでキャッキャしてんの。してないわ。そんな別にいいねとか押しに行かへんもん。いや押しに行ってない、出てきたら押してるって。それインスタってそういうもんやから、別に押しに行ってはない。出てきたらそれ押すから。 SNS 使えるし、実は松木さん以外も押すし。なんか一回視聴者の人から、うん、安幸がこのトーク松木さんのこれにいいね押してますみたいな報告入ってたんで。これ嘘。まあまあ、うわ、松木さんのとこばっかりってこと。いや、やったかな、忘れたけど。松木さんのとこいいね押してますって。別にええかな。別にええかなと思って、すごいなと思って。てかそこまで見るんやなと思って、すごいなと思って。いや、お前らが悪いな、それは。なんか変に恋してるみたいな。いや、ほんでそんな言ってへんし。じゃあ、だからなんかしてるみたいになってるから、ほんまに。あ、そんなに言ってなくて。恋してへんと。してへんわ。してへんって、お前だからやめろ、そんなんかうなずきみたいな。微信の、そうやな、動画回ってる時はそうやって言うしかないよな、みたいなうなずき方すんなって。してるみたいなって、してない別に。で、結局会えてへんもんな。うん。いや、お前も言ってたよ、めっちゃ。何が何が。顔から光線出てるよ。いやいや、出てたよ。で、それは別に好きになるとかじゃないから。どっちが好きやと思う。だって可愛い人やなって言ってる人だと顔から光線出てたぞ。いや、それはだから可愛い人やなとか言いながら普通にいいね押してるお前の方が好きって思われんじゃん。なんでやねん。それ別にだから松木さん以外なんでやねん。いや、だって松木さん以外も押してんねんから。松木さんだけ押してたら好きかもしれんから。別にあなたの投稿も押してますし、男女関係なく押してますよ、それ出てきたら、ね、そうなんすね。そりゃそうよ。そらそらすんません。ほんまに。
よくないと思うで、ほんまに。いまだにたまに言われるんやから、だって松木さんとデートしないんですか。たまにな。したいけどできないんですよね、なかなかって言ってんの。いや、しないですよ。しないとかできないです。お前は決めんなよ。そうそうそう、できないですやな。できないです。そうや、ね、そうそうです。しないですわ、それ。言えないです。したいもんな。それぞれできるんやとしたら。それはしたいよ。なんで したくないんだよ。それできるんやったらしたいよ、ね。それは男女として。そりゃそうでしょ。なんでやねん。そらしてみたいやろ、松木さんやったら。それもそこまでいたらちょっと気になってるってことじゃないの。そうなの。だからそれはお前らの、そう、だから箱いい、童貞すぎるってこと。そう、あ、その童貞スパイラルに巻き込まないでくださいってほんまに。なんかそう、デートしたいイコールはもう好きになってんねや、わーじゃない。男女でデートしたいとか、そんなんちょっと好きじゃないと無理じゃないの。いやいや、そう、なんか興味とかもあるやん、どんな人だよみたいな。だから男と男女というか、普通に人として飯食いたいとかやったら分かんないけど、男女でデートしたいんでしょ。いや、だからそう、男女とし男女やん、別に。だってそれは、いや、そうそうそう、生物学的にはな。そうそうそう、ほんそんな、その区分けやとどっちやねん。人として飯食ってみたいのか、男女でデートしてみたいのか。いや、それ男女やん。いやだから、だからそう、じゃ、だからそういう匂いを嗅ぎ取って箱買いは盛り上がるんやん。じゃ、そうやけど、で、それはだからイコール好きとかじゃない、いや、だからさ、好きとまで言ってない。女として見てるっちゅう話やんか。それは当たり前じゃないですか。それでそのデートでいい感じやったらもう好きになるわけやろ。まあまあ、それは分からん。そうそうです。それもう、だから走りかけてるよ。俺ら箱買い基準で言うと、箱買い基準で言ったらクラウジングスタートからなんやったら GO の一歩目までは行ってるもん。いや、だからそれに巻き込まないでくださいって。別に世間的に好きとかじゃないから、こいつ行って、あ、普通に楽しかったなって言って終わるデータ。ああ、そうなんや。そう、箱買いは全部だから走り切るけど、行ってこいじゃないや。そりゃすんません、そりゃ。ほんまにお願いします。それはちょっと大砲ばっかりやねんから。それはだからまあリーダーと、あと特にジョンに言ってもらわないと。なんで？あいつが一番そういうの焚きつけてくんねんから。リーダーはな、分からんけどジョンはな、そうや。リーダーは意外に焚きつけないからね。リーダー焚き純粋に、お、お前好きなのってあのほんまに思って聞いてくるだけやから。リーダーカメラ回ってんのよ、これ。そう。地味に事情聴取みたいな。お前どうすんねん。まあ、大体悪いのは俺かジョンや。そうやで。うん。ジョンはほんであれやからな、味せんようになってからしがみ出すからな。終わったけどって思ってる時に来るからな。あと飽きんの早いけどな、あいつ。うん。なんか謎のタイミングで飽きるからな。やっぱ周りが盛り上がってたらあいつ飽きるからな。ああ、そういう節あるな、あいつ。そういう節ある。ほんまにやめてほしい。もうやめて。別に普通やから、そんな、てかそんな DM 来てた、来てたで。てかなんであれってさ、だいぶ前やけど、なんであれってさ、なんか総太郎さんがこんなことになってますみたいな、俺になんかこう来んねやろな、直接じゃん。いや、そら知らん。あれはなんなんや。別にええねんけど。優しさか。直接はよう言わんけどってことかかな。なんかもうええ大人やから、別になんか俺がなんかしてあげること、別になんかしてあげることやってるしみたいなさ。そりゃそうやな。そうやね、そうやね。